金ナを演ずるタルマ。フランソワ・ジョゼフ・タルマは、フランスの俳優、パリ出身。タルマの父は、司会で、ロンドンに移った。父の後を追いタルマは、イギリスに渡り、ビクトリア朝演劇に感銘を受けた。イギリスで、高い教育を受け、帰国後は、パリで1年半、司会を開業した。タルマは、舞台への熱烈な愛情を抱いていた。 舞台への愛情は自ら加わっていた素人芝居の中で次第に醸成されていった。1787年11月21日、コメディフランセーズ上演されたボルテールのマホメットでプロとして初舞台を踏んだ。タルマの初舞台は高い評価を得たものの、次の役を得るのには長い時間を要した。タルマは最初に少年役で評判になった。ついで、 強さと情熱を兼ね備えた俳優として独自の位置を占めるようになっていった。俳優としてのタルマは最も早くから舞台衣装と装置にリアリズムを追求した一人であった。彼の友人でもあった画家のジャックル・イ・ダビットもこのようなリアリズムに新古典主義の立場から賛成していた。このようなリアリズムに関する傾向の第一歩は彼が出演したボルテール作。 ブルータスの早くプロタロス役に見られる。プロタロスを演じたタルマは、トカとローマ風の頭飾りを再現し観客を大いに驚かせたと伝えられる。タルマは、俳優として、端性な肉体に加え、徐々に鍛え抜かれ完璧とも言える力強い美声を兼ね備えていた。タルマは裕福な美女でジロンド派のサロンの花形であった、ジュリーカ・ロージョーと結婚した。友人としては、 劇作家のマリー・ジョゼフ・シニエ、革命家のジョルジュ・ダントン、カミリ・ユ・デ・ムーランらがいた。また、ナポレオンとは親友であった。1789年には、シニエ作の最初の革命劇、反王政劇とされる、シャルル旧世』または王様の学校に出演している。また、ミラボーハクの指示で新たな劇場建設に動くが、これは政治的主張とも相まって、 アカデミー・フランセーズの分裂劇を招くこととなった。フランス革命後はナポレオンに徴用され、1808年にはナポレオンについてエルフルトに赴き、カエサルの死を演じている。5年後にはドレスデンにも赴いた。1826年、現在のパリ旧区、トゥールイコールデイコールダム外界隈で死去。ありがとうございます。